スノードニア国立公園をハイキングしていきたいと思います。水も綺麗ですし、寒すぎずですね、気温も非常に気持ちよくトレッキングできそうです。県で、ディーゼル車で、ディーゼル仕様の、電車で上に登っています。まあ、山頂に登った後は、30分休憩して、帰りの、袋の電車があるんですけど、片道分だけ買って帰りは自力で歩いてこようかなと思います。2日目が行きも帰りも、電車に乗るので今日は歩こうと思うんですが、先ほど聞いたら山頂から下山するのに3時間かかると言われましたね。鉄道だと上りが1時間なんですけど、まあ、下りは徒歩で、3時間かかるということでした。思ったよりかかるなっていう印象です。ウェールズ最高峰のスノードンの 8.5 合目ぐらいです。これから山頂に向かって歩いていきたいと思います。電車で登ってきたんで達成感は今のところないんですけど、帰りは自力で降りていきます。曇っていた雲がパックリと開けて素晴らしい景色がお目見えしています。名残惜しいんで座って景色をゆっくりと見ています。これがスノードニア国立公園です。いつまでもこの場所にいたいぐらい降りるのが名残惜しいですね。あまりにも絶景で素晴らしいですね。